終わった？なんかよくわからずに勝った。倒して進め、ドカンロックコロシアム。お、すべての敵を倒すとゲートが開く。早く倒していくことがあるか。みんなでチャレンジしてもいい。どっちにする？おー、なるほど。とりあえずそうで迷っちゃうよね。あれ、どっちも持ってく。あ、大丈夫。いけこれで出すと。3分の1って書いてある。これは最後。よし、倒せる。落とせばいいの？あ、危ねえ。70。あと 0.6 秒下がったら1枚もらえなかった。じゃあ、やれそうなとこは全部やったので、ボス行ってみますか。ドカンロック平原のパレス。パレスってなんだっけ？お城みたいな。宮殿とか。ああ、何これ。不穏な雰囲気。お、モネクリボーだ。3DS 以来の登場で。くるくるブロックもある。なんかやっぱマリオワールドを意識してんのかコースか。なんや、意地悪した。ハンマーブロス。うん、下のはね、毒沼が溶岩でもなさそうだけど。ロングくるくるブロックもある。入れるかな。入れるか。どうやっていくのこれ。ワンダータイム。何やねん。おお、なんかあれみたいなのが 3D ランドのマネックが出てくるときの。
沈んじゃう。そんな気がした。すごい、まがまがしい。中間2個目。ストックされてますから、大丈夫です。ボスウェア？誰ボス？ジュニアか。なんだ、僕は邪魔しに行ったのか。いいか、遊んでいる。このプレスを通すのは女パワーで満たされて、何も諦める気がしないぞ。かかってこい。死亡フラグ立ってきましたけど、大丈夫ですか？よく分からずに勝った。逃げた。リコ、これがグランドシードってやつですか。You got grand seed。 おお。あ、お手に戻りました。こうしてプレスタ、こうしてマリアたち、グランドシードを無事手に入れ、仕事だったりしたかったのを追いかけていく。そしてマリアたち、カットのギャップを食い止められるのか。うん、できまーす。ここまでなんか、オープニングみたいな、長い長いオープニングみたいな感じだね。ワールド1クリア。ワールド2かな、これで。フラワー国の中心、フラワー諸島です。クッパを食べましょう。このフラワー諸島はワールド2なのか？ワールド2ではなさそう。クッパはこっちに来たはずですが、あ、あれは。おお、目立つね。このクモパックがあれば誰も近づきはしない。クモパック。さあ、どんどん集まりもったとは、この力で超越感を起こし、この世界を画面のものにするのだ。なんと恐ろしいこと、一体どうすれば。おいや、これは？おなるほど。このクモパックを1個のワールドを回収する、1個のワールドをクリアすると回収されるってこと。これ全部消していけば。終わりました。はい。なるほど。その時もありましたら、黙々講座を目指しましょう。徐々にあるパレスにグランドシードがあるはずです。それが終わりなのかな。諸島はフラワー国の真ん中、王国の各地をぐるりと繋ぐ海の道。ここから北に進むのが黙々講座です。フラワー諸島の各地の滑りを全体マップを見ると分かりやすいですよ。はい。入れてコースリストを開いてアタックさせていただくと全体があります。1、2、3、4、5、6。まあ、ここは中央の繋ぐ場所みたいな。こっちがどこの6編。なるほど。とりあえずワールド1をクリアしました。